アレックス、アリータから伝言よ。戻った方がいいか。いいえ、車である場所に行ってほしいそうよ。マップを見て。次のミッションの前にもう少し経験を積んだ方がいいわ。危険運転車両の通報、捜索を開始し容疑者を確保せよ。了解。Thank you.
アリータ、どうした？ちょっと来て、新しいマシンで。よく聞いて、ここ数年シブがキャムを倒そうと送り込んだ手下はみんな行方不明よ。意味わかる？危ない奴なんだろ。人殺しよ。私のせいで死なれたら困るの。キャムに勝てるって証明して、私に勝てなきゃこの話はなし。実力見せてよ。よく聞いて、ここす実力見せてよ。できるよね。
納得か？レースは問題なさそうね。いいわ。でも忘れないでよ、キャムは必要ならあなたを殺す。あなたは奴を殺せる？わからない。よく考えといて。アリータを味方につけたのね。支部を作るには彼女の協力が必要よ。なあ、そのことだが、実際何をすればいい？エースに勝ったり、チンピラを攻撃したり、記録を破ったり、方法はいろいろよ。成り行きに任せて着実にこなせば注目される。それから？あなたが思う理想のボスを演じて、そうすれば周りもついてくる。歩道をこすっても私は責任取れないわよ。もう少し経験を積むことね。
X、情報よ。キャムのナンバー2がエバーグレーズで運び屋をしてる。挨拶してきたら舐められないようにね。任せろ。なあ、ついでに気づかれた。挨拶してくるよ。思い切りぶつけてやって。逃がしちゃダメよ。一気にぶつけて。気をつけて、警察が接近中よ。マジか。思い切りぶつけてやって。逃がしちゃダメよ。もう一度。気をつけて、警察が接近中よ。マジか。命中よ。身柄を確保。容疑者の身柄を確保した。思い切りぶつけてやって。逃げられる。体当たりよ。逃がしちゃダメよ。気をつけて、警察が接近中よ。マジか。あまり長い時間は拘束できない。了解したわ。目標の位置を確認。了解。命中よ。これより強制的に停止させる。その調子。
相手にぶつけてやって。逃がしちゃダメよ。もう一度。気をつけて、警察が接近中よ。マジか。俺を誰だと思ってる。キャムにぶっ殺されるぞ。キャムはもう関係ない。お前は510の一員だ。本気か。俺を怒らせるなよ。
吸っても私は責任取れないわよ。もう少し経験を積むことね。